んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想は生きるのが面倒をやめるです。いつも元気のない人たちがいますよね。どうせ私はが心の中の口癖で、見るからに姿勢が悪く不健康、毎日ただ生きるために生きているという感じです。この人たちはどうせ人生は頑張っても報われない、この世は理不尽だ、努力しても無駄だと思っていて、60歳以降の人生なんか頭に入っておらず、そのうちに自分は消え去るような気がしています。人生の欲望がすっかり消えてしまっているんです。どうしてこうなったんでしょうか。この人たちは生きるエネルギーが足りないので、自分が思っているほど行動していないんですが、でもそれに気がつかず頑張っているつもりです。自分は正しく生きているのに全然うまくいかない、なのにちゃんと正しく生きていない人たちがもっとうまくやっているように思える、それでこの世が理不尽に感じているんです。ではどうして生きるエネルギーが足りないんでしょうか。車の運転のことを考えてみましょう。生きるエネルギーが足りないというのはガソリンを入れてないようなものです。なぜガソリンを入れないんでしょうか。それはガソリンを入れると暴走して事故を起こしてしまうということを知っているからなんです。つまりこの人たちの中には隠された悪い性質があり、それを大きくしないためにガソリンを入れなくなってしまったんです。おそらく子供の頃にその悪い性質で痛い思いをしたか、見捨てられるような体験をしたんでしょう。それ以降ガソリンを入れなくなったんです。でもそのおかげでその悪い性質はかなり消えていて、もう今は大丈夫かもしれませんね。ですからどんな悪い性質をもともと持っているのかをちゃんと見て、もうそれを持っていないのだと認識する必要があります。それは周りの人をどう見ているかからもともとの悪い性質がわかります。世の中を理不尽だと思っているわけですから、世の中にはずるい人、悪い人、バカな人がいると思っているわけですね。特に親をバカにするというのがこの人たちの一番の特徴です。ということで今日はこれを直していきましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは生きるのが面倒なんだね。本当は人生なんかどうでもいいんだね。世の中には理不尽なことが多いし、嫌な人はどこにでもいる。頑張っても報われないこともある。だから人生は生きるに値しないんだね。だから長生きなんかしたくないよね。できれば年を取る前にさっさと死にたいよね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。あなたがそんな風に悲願でいるからいつも疲れているんだよ。そして本当に人生の楽しさがわからないんだ。同じ日常をだらだら過ごすだけで人生が終わってしまうんだ。つまらないね。何の欲望もないね。あなたは勘違いしているんだよ。自分は正しいことをしていると思っているけど、本当は心の奥で傲慢なことやずるいことを考えていたよね。そしてあなたは周りの人をバカだと思っているよね。特に親をバカにしている。そのくせそのバカな人たちに頼らないと生きていけないから、そんな自分をさっさと殺したくてエネルギーを出さなくなってしまったんだよ。そして自分が抑え込んだ欠点を外側に見て、この世にはバカな人、
攻撃する人、ずるい人が多いって言っているんだよ。それを外側に見ている間は、自分がバカで攻撃的でずるい人じゃないって思えるからだよね。でもそのせいでこの世界に失望してしまって、余計にエネルギーが出せないんだよ。困ったね。でもね、あなたはずっとエネルギーを抑えてきたから、そのおかげでその悪い性質はかなりもう消えたよね。だから周りにそういう人を探して自分の欠点をごまかそうとするのはやめなさい。それは失望する元だよ。そして頑固はやめて素直になりなさい。そして世の中が理不尽なんじゃなくて、自分がただ単純に実力で負けていることを認めなさい。ちゃんと生きてこなかったんだから、それは当たり前だよね。悲願でないで素直に求められている努力をすればいいんだよ。責任やリスクを負いなさい。もっと力を出しなさい。そうしたらあなたも結果が出せて、ちゃんと素晴らしい人生を作れるよ。それが分かったらもっとパワーが出るよね。心配ないよ。ちゃんとできるよ。だから頑張りなさい。もう悪い性質は消えたから、しっかりと堂々と立っていなさい。あなたはもっともっと人生でたくさんのものを得ていいし、楽しんでいいんだよ。未来の自分はあなたを応援しているよ。